期間の延長みたいな線がちょっと合流して、こうやってこう Y 字型みたいな感じに見えたりとかね、こう目を開く力がどんどん落ちていってしまうと、そっちの方がですね、見栄えとしては絶対に悪いので、もうあんまりやりすぎてはいけないですよね。最後ですね、まあ、二重、まあ、魅力的な手術ではあると思うんですけど、まあ、みんな怖いのがやっぱりリスクとかダウンタイムとかですよね。なんか変なことにならないのとかは、まあ、多分皆さん知りたいと思うので、最後にそれをお伝えしようと思います。こっちに行こうかな。まずはもうダウンタイムってね、聞いたことあると思うんですけども、つまり何か整形手術をした時に、その人から分かるような見た目上の問題とか、そういうことをダウンタイムっていうんですけども、ダウンタイムとしてはもう一番二重整形で有名なのはもうここですよね。腫れとか内出血ですよね。まあ、みんな気になるところだけど、どうしても多少なりとももう出ちゃいますね。もうこれは術式によって腫れづらさとか腫れやすさも違いますし、結構個人差が激しいので何とも言えないんですけど、どうしても出ちゃいますね。で、これはまあ1から2週間とか言ったりしますけどね、本当に人によります。もうなんていうか、腫れづらい術式とかにして体質的にも腫れづらかったりとかする人とかだったら、もう本当になんか数日でも全然、2、3日でも、やったかバレないみたいな人もいるし、逆にもうすごく腫れやすい方で術式もちょっと腫れやすいものであったとするんであれば、2週間以上ね、こう結構続くようなことも全然あり得るっていう感じです。で、まあ、他人から見ての腫れとかは大体もその1、2週間だと思っていいんですけど、それでもですね、なんていうかむくみ感ですよね。なんか想定してた幅よりちょっとだけ広いかなみたいな、なんかむくんでるかなっていう感じが数ヶ月続く方がいます。なので最終完成形って結構後なんですよね。3ヶ月後とか、人によって半年後とかね、になる人もいます。なのでゆっくりわずかな変化はしていくので、そこはですね、しっかり待つべきですよね。人によっては例えばね、1ヶ月経った時点でもうちょっと広い気がする、もう抜歯したい、取りたいっていう人とか時々いらっしゃるんですけど、待ってれば変わるっていうことも全然ありえます。気長に待つということですよね。他にもなんていうか、その食い込みが強い気がするっていう人とかで、ちょっと相談にね、1ヶ月後とかで来る方いらっしゃるんですけど、それもね、やっぱ結構馴染んでいくので、もう焦らず待つだけっていう感じになります。で、あとは傷ですね。まぶた表面の、まあ、傷、針穴なんですけど、まあ、つまり糸玉とかをこう埋めるために、こう針穴を開けなきゃいけない時は術式によってはあるので、まあ、そこがですね、まあ、しばらくまあプツッと赤い点に見えたりとか、目立っては見えますが、まあこれもですね、まあ1週間後でも人によってもだいぶ目立たなくなってる方も多いですし、ほぼ分かんなくはなっていきますよね。もうメスでガーって大きく切る切開法じゃないので、傷って言ってもちっちゃい針穴なんでね、あんまり気にしすぎなくていいのかなと思います。違和感ですね。まあ、違和感に関しては特に手術の直後とか、まあ、その夜、そして翌日にかけてとかは、ちょっとこう目を開けるときに、まあ、シュパシュパするとか、違和感を感じる方いらっしゃいますが、まあ、これも数日以内とかに収まっていく方がほとんどで、もう1週間後にはもうほぼなくなってるっていう方が大部分ですね。で、まあ、それでもどうしても強い違和感があるっていう人は、まあ、その目の裏側とかのね、それこそこういう裏側の糸のところが大丈夫かなっていう感じで診察をする時もありますけどね。まあ、でも基本的にこれも落ち着く違和感かなと思います。で、予定外のラインっていう話ですね。これは人によっては、例えばすごく幅広くですね、二重を取った時に、その二重にするつもりがその間にもう一本線入って見えみたいになっちゃうっていう方がいます。で、もう一つはこっちのですね、毛小平が張ってる人は末広型になるって言いましたよね。なんで
毛糸張ってる人が末広が自然なのに強引に平行型に持っていくことがあるんですよ。それはお客様の希望でね。ただそうなった時に、まあ、こう平行を作りたくてもひだが張ってる人はここにこのなんかひだの延長みたいな線がちょっと合流してこうやってこう Y 字型みたいな感じに見えたりとかね、こうピッて入ったりすることがあります。まあこれがまあね、あまり何ていうか想定してない線なので、まあ、予定外重建線って言ったりもするんですけど、まあ、予定外のラインですよね。これがリスクの一つです。まあこれに関してはまず一つはそれをまあどう取るかですよね。つまりそのようなこう、まあ、あんまり出てほしくないラインが入ってても平行が私は好きなんですっていうんであればそれは全然いいと思うし、あとはもう入りそうだなっていうリスクをドクターからあらかじめね伝えられてた場合には、それが嫌な人はじゃあ私は末広にしますとかいうのはもちろんありだし、で最初に言ったその三重ですよね。三重も全然なんていうか自然な三重の人って実はいるんですよね。あんまり違和感がなくて綺麗なあの三重に見える人もあのいるんですけど、あのそういう方は全然あのやって OK かなと思います。そうやってあの予想してないラインが出るっていうのはリスクですよね。で左右差ですね。まあ皆さんね、まあ、これはやっぱり左右差なくしてほしいって思うのはあの当然ですし、まあ、僕としても限りなく左右差をねなくしてあげたいとは思ってるんですけど、これはですね限界があります。なんでかというと人間の目っていうのは左右絶対違うんですよね。これはどういうのが違うかというと、まず目の開き具合です。あの黒目の見える範囲があってね、眼瞼下垂の話ちょっとしましたけど、目を開くパワーも左右絶対違うっていう人はいるし、あのたるみです、まぶたのたるみの量も左右違う、毛小ひだの張り方、ここも左右で違う、もうあらゆる要素があの左右で人間というのは異なることがもう結構あります。でそうなった時に例えば全く同じ二重幅で取っても幅が違うように見えたりとか、で逆になんていうか幅を同じぐらいに見せるためにちょっとこっちは広めに取ってこっちは狭めに取ろうってしても、なんていうかたるみ感が逆に強く見えちゃう方ができたりとか、何かしらの左右差っていうのは完璧に埋没法とかね二重ずつだけでは直せないことはあります。なんでこれはねもう一部ちょっとしょうがないところもあります。そしてまあ一つ言っておきたいのは、まあ、若干のね左右差っていうのはさっき言った通り人間では自然にあるし、あの綺麗な女優さんのね目とかテレビとかでよく見てみても、あのわずかな左右差ってねある人は全然いるんですよね。なんでそこはですねあの気にしすぎないことですよね。うん、あの限界あるのでそれは知っててください。で糸玉も話したのでいいかなと思います。このふっくら感ですよね、目閉じた時のね。であとはあの取れるリスクね、まあ、これもあの単純でね一時的って話したのでもう分かると思うんですけど、ここでね最初の辺に僕が、まあ、切開はもうやらずに埋没法だけでねもう人生それで行くっていうのも可能なんですけど、なんていうか何回もやっちゃダメなんですよね。例えば、まあ、目のレーシック手術みたいなものって何回もやらないじゃないですか。それと同じイメージで、まあ、これも一応ですね気軽にやれるといえど、まあ、手術なんですよね。なんで何回もすべきじゃないんです。でなんでかというと、じゃあ例えばねもう6回7回とかもうこっそりねドクターもどんどん変えてもうやっちゃえっていう人いるんですけど、あんまり良くないことが起こり得ます。一つは、まあ、筋肉とかに負担がかかっちゃうとそれこそやっぱり目を開けるパワーが落ちていくんですよね。どんどん眼瞼下垂の、 あの症状がこの手術をしたことによって起こっちゃうっていう感じ、まあ、これに関してはもう本当に二重になろうとですねもう目を開く力がどんどん落ちていってしまうとそっちの方がですね見栄えとしては絶対に悪いので、もうあまりやりすぎてはいけないですよね。でもう一つは例えばこの腱板とかこれが少しやっぱ歪んでくると、まあ、目がゴロゴロねする頻度が増えたりとかそういうこともありえますよね。なんで、まあ、これはもうクリニックとか、まあ、ドクターによってはね話し方違うかもしれないですけど、
僕は3回ぐらいまでですよねっていう話はするし、まあそのように考えておく方が長い目で見た時のね目のためにはいいので、そこは覚えておいてください。まあ、だからこそ持続力のあるね埋没でやっていくっていうのが大事にはなりますね。その例えば人生で3回ぐらいしか埋没法ができないってなった時に、まあ、1回1回が長い方がねいいですよね。もうすぐ取れて、例えば1年以内に取れちゃったら単純計算で3年ぐらいしかもう2人で入れないので、それはもったいないので、まあ例えばまあ試しにこういうのねやってもいいとは思いますよ。いい、全然いいと思うんですけど、まあそれが早く取れちゃったっていう時は次は方法を変えて持ちがいいのでやってみるとかいうのもありだし、まあ予算がある人はもう最初から持ちがいいのにねしてね、もう取れてもまた持ちがいいのにしてっていうので、一回一回を大切に使っていくっていうのが、まあ長く二人でいるためのコツです。で、まあ、それでもね、もう3回使っちゃった、3回目でももう取れちゃったっていう人で、アイテープとか二重乗りには戻りたくないっていう人は、それこそもう、その時はもう切開法ですよね。もう切開法を決断する時なのかなとは思います。はい。まあ、これらがリスクにはなりますよね。まあ、ただですね、どのリスクもまあ最小限に抑えることは可能ですし、いずれ治るものばかりですよね。もう埋没法に関しても特にそうです。もう元に戻せることばかりですよね。なのでこれだけ浸透もしてるんですけど、まあ最低限の知識ですよねをしっかり身につけてからカウンセリングに行った方が、まあいろいろですね、ドクターの話とかそのカウンセラーさんの話っていうのも入ってきやすいのかなと思うので、今回ね勉強になったって思う方はしっかり覚えておいてほしいですし、まあ、忘れちゃったらねまた見に来て復習してみてください。それでは、はい、動画今回も最後まで見てくれてありがとうございます。またどんどん動画を投稿していくのでチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。